にせよ、ニケです。今日はソウルでおすすめできる絶品お肉食べていきます。脂っこさないのに旨味たっぷり持っていて、柔らかくてサムギョプサルより好きになる人もいるぐらい、本場で韓国人も好きな素敵なお肉食べたいっていう人はぜひ参考にしてみてね。また動画の最後にお店の総評結果も正直に述べていくので、そちらもぜひお楽しみに。そしていいね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではカジャーということで、今回やってきたのが、本殿にあるユッモンっていうお店。こちらに、サムギョプサルだったり、モークサルに、トゥンカルビなどが置いてあります。お肉の質もいいらしい。15時から通しで営業しているみたいなんですけど、僕は土曜の17時半ぐらいという、繁盛していくタイミングに一人で入っています。お店の人も、一人でいらっしゃったんですかって、びっくりしてました。ただ、一人でも入れるお店です。もちろんお肉は2人前からの注文になりますが、そしてメニューなんですけど、タッチパネルで注文していきます。まずコーラを追加、そしてお肉を見ていくんですが、いろいろお肉は入っています。焼肉用のお肉とかもあります。ただ今回頼むのは、韓国の方も大好きなモクサルです。モクサル2人前のやつを注文して、そしてお肉と一緒に食べる定番のメニュー、ビビンネンミョン。これも一つ注文しました。合計で 43,000 ウォン、約 4,300 円ですね。サムギョプサルとビビン麺を一緒に食べるのが通な食べ方なので、皆さんもトライしてみてください。今回はモクサルですけど。そして僕が注文してる間に、お店の人がトッピングたくさん置いていってくれました。そして、じゃじゃーん。お肉登場です。キノコだったり、唐辛子といった野菜もついて、このモクサル2人前分で 32,000 ウォン、約 3,200 円の値段です。これで2人前かと、ちょっと見た目は少なく見えるかもしんないですけど、しっかり量は入ってるモクサル。そしてお肉のお世話も全て店員さんがしてくれます。焼き始めた瞬間にブラックピンク流れ出して、店員さんノリノリで歌いながら焼き始めたから、ブラックピンク好きなんですかって聞きたかったんですけど、コミュ障を発揮してノリノリ店員さんの状況を無視してます。そしてモクサルも結構厚みあったんですけど、一口サイズの大きさまでカットしてくれました。こう見ると結構量あるなって思います。そんなモクサルなんですけど、10分ほどで焼き上がるので、まずは塩につけて食べます。柔らかくて一番旨み持っている状態、その状態で塩につけるのがおすすめ。またはわさびもつけてあっさり食べるっていうのも最初はおすすめです。そしてついに来ました、ビビンネンミョンです。ビビンネンミョンには卵だったり、ゆで卵、きゅうりに大根、そして麺が入っています。このビビンネンミョンはそのままだと長すぎるので、2等分だったり3等分ぐらいにカットしてもいいと思います。3等分というより4等分ですかね。僕は2等分で切り終えました。そして切り終わったら全体的に混ぜていきます。ちょっと卵とか崩れるの嫌だなって思う人は別のお皿に避難させて混ぜましょう。ビビンネンミョンの麺はこんにゃく色の麺をしたツルツルのビビン麺ですね。コチュジャンのそんな量多くなさそうだったから、辛さは特に控えめなんじゃないかな。このビビン麺と旨味たっぷり持っているモクサルを一緒に食べると考えると本当に幸せすぎます。動画ではこんな風に持ち上げてはいるんですけど、本当だったらスプーンの上にビビン麺乗せて、その上にお肉乗せて食べるっていうのがおすすめです。そんなモクセルなんだけど、焼き方も炭火でカリッと焼かれていて、結構熱々です。想像の倍ぐらいは熱かったです。なのでちょっと焼きすぎちゃうかもっていう風になってくるから、僕は手前の方に避難させました。そんなモクサルなんだけど、塩につけると意味がわからないぐらい旨味が出るんですよね。さらに柔らかくて脂っこさも感じにくいっていうのがモクサルの特徴。脂っこさが少ないのに旨味感じるっていうすごい不思議なお肉なんですけど、本当に塩につけて食べるのがものすごく美味しいので、皆さんにおすすめです。これがモクサルにハマる特徴かなって思っています。あとわさびはあっさりしているから、ちょっと重くなってきたなって思ったらわさびがおすすめです。僕は基本わさびだったり塩、そしてビビン麺とサムジャンで食べるっていうのが今回の食べ方になっています。特に毎回決まってるわけじゃないんだけど、塩は結構定番でしますね。ただサムジャンはビビン麺とか頼んだ時はつけることが多い。サムジャンの濃い味わいとビビン麺が相性いいんですよね。なのでさらにビビン麺もお肉も美味しく食べれるから、僕はそれがおすすめ。
あと今回なんですけど、モクサル全然重くなかったです。ビビン麺と一緒に食べてるからあっさりと食べれてるのかなとも思うんですけど、そしてビビン麺の辛さはやっぱりそんなに辛くなくて、普通もっと辛いと思います。辛ラーメンぐらいの辛さあると思うんだけど、キムチぐらい、キムチほどの辛さもないんじゃないかなっていうぐらいでした。ものすごく食べやすいのって思います。でもどうしてサムギョプサルだったりモクサルをビビン麺と一緒に食べ始める、そんな通ができたのか不思議ですね。日本の焼肉屋さんとか行ったら冷麺と焼肉一緒に食べる人いると思うんですけど、それと同じ感覚なのかなとも思ってます。ここがあえて冷麺じゃなくてビビン麺なのは、やっぱり韓国の方々は辛いの求めてるからなのかな。またお店に関してなんだけど、結構混んでました。土曜日の夜だし結構満席で、僕もギリギリ入れたっていう感じです。そして待っている人もだいぶ多かった。外国人も入ろうとしてたんだけど1時間待ちって言われてましたね。外国の方も多分お店探し苦労してるから、海外向けに英語字幕入れたいんですけど、僕ありがたいことに YouTube も TikTok も海外からの視聴者さんいるんですよね。でも英語は入れてないから多分何言ってるか分かんなくて、多分雰囲気だけで楽しんでくれてるんだと思うんですよ。実際英語字幕つけてほしいみたいなコメントもたまにあったので、英語字幕つけたいなとも思うんだけど、全然時間も割けれないから誰かに頼むしかないですね。あとマイペースにお肉混んでる中一人でモクモク食べてるのちょっとと気まずかったです。ではユクモンのおすすめポイント3つ今回も説明していきます。まず1つ目のポイントが柔らかいっていうところ。焼きすぎちゃうともうカリッとしちゃうんだけど、やっぱり焼きすぎちゃう前まではモクサル特有の柔らかいお肉になっているので、そこはすごくおすすめですね。続いて2つ目のポイントが旨味をたっぷり持っているっていうところ。これもモクサルの特徴なんですけど、本当に旨味たっぷり持っていて、塩につけて食べるとサムギョプサル以上の旨味を感じるかもしれないです。最後に3つ目のポイントは値段がリーズナブルっていうところ。高すぎないっていうのがやっぱりここ本でのお店っていうのもあって、学生も多いから値段もリーズナブルなのかなって思ってます。そんな疑問の足、コスパ、接客、清潔感を星5段階で述べていきます。では発表すると、味5、コスパ4、接客5、清潔感5、総評結果は超推し、最高すぎてもはやファンです。本当に結構久しぶりにお肉紹介したと思うんだけど、久しぶりのいきなりで超推しに出会えたのは運が良かったです。かなり美味しいお肉で、みんなお酒飲みながらたくさんお肉注文してたので、皆さんもそういう風に楽しんでみてください。チャーモゴスミダーということで、今回は本殿にある疑問のご紹介でした。ちなみにこれハリポタのキングスクロス駅カフェ入ったことあるんだけど、そうですね、シュールな部分も多かった。ラドリーのケーキやったのはちょっとテンション上がりました。ということで話戻して、今回に行くもんなんだけど、本当にソウル旅行でおすすめできるお肉に出会えたなって思います。まだモクサルってお肉を体験したことないっていう方はぜひおすすめです。またお店にはサムギョプサルもあるし、サムギョプサルとモクサル、そしてトントロだったかなの盛り合わせのメニューもありました。なので複数人で行ったらそういったメニュー頼んでたくさんお肉堪能するのがおすすめです。それではご視聴誠にありがとうございました。お店の詳細情報は概要欄に書いてあるので、ぜひチェックしてね。行ってほしいお店、食べてほしいものなどがあればコメント欄にどうぞ。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アニョーン。